藤原博達は日本の政治学者、評論家。広島県尾道市生まれ、藤原孝達と呼ばれることが多い。福山茂行館中学第六高等学校を経て、1945年東京大学法学部を卒業。東京大学の丸山真男に支持。明治大学教授を務めた後政治評論家となり。 極めて攻撃的な独自の右翼的政治論評で一世を風靡した。1957年、大谷総一が創設したノンフィクションクラブに参加する。子供の頃は総理大臣になろうと思っていた。戦後、東京大学に戻り、丸山正夫の下で勉強をし始めたが、大学に赤旗が翻っている光景を見て、この国は共産主義になるのではないかと思っていた。 出身である東京大学から寄付を求められていたが、医学部から始まった東大紛争が未だ存在しているとの根拠で拒否していた。日本教育改造案では東京大学を廃校にせよとの記述があり、学生運動に対する大学当局の姿勢を批判している。TBS の時事報談で細川隆源とホストを務めたほか、同局のニュース賞、 JNN ニュースコープで金曜日と土曜日のメインを務めた。また、企業のトップをゲストに招いて、ゴルフを交えた対談番組、藤原博立のグリーン放談の司会もしていた。晩年は、フジテレビの、竹けし、いの平成教育委員会に放映開始時から数回出演。竹けしとしを最初に獲得した生徒であり、同番組の第1回の最優秀。 優等生でもある。またラジオでは TBS ラジオで平日午前7時から放送されていたサラリーマンニュースショー朝のファンファーレのニュースパーソナリティを長く務め番組冒頭ではおはようサラリーマン諸君今朝のニュースパーソナリティは藤原弘達ですというのが定番だった藤原弘達は1962年から総科学会を非難する論評をしており 1969年8月2ヶ月後に、総価学会と公明党の政教一致などを批判する、総価学会を切るを出版するという広告が出ると間もなく、公明党の中央幹部の藤原幸正や、政教新聞主幹の秋谷英之助などから出版の中止や書き直しなどを要請された。藤原は2回目の1969年9月14日の、 1> 約1時間40分に及ぶ藤原幸正、秋谷栄之助との会話を隠しマイクで録音した。同年直後に藤原のインタビューがマスコミによって報道された。藤原はこれを出版阻止を目的とした総科学会による言論弾圧の脅しであり、金銭授受による買収工作であったと表明した。年明けの6ヶ月後、テープの内容が市場で公開された。 今度は公明党委員長の竹入吉勝の依頼を受けた自民党幹事長の田中角栄から二度にわたり出版の中止や書き直しを求められたが、これも断り出版に踏み切った。出版された該当著作の書き出しは日本の極貧層は約500万人である。総価学会の交渉会員は1000万人以上であるが、実際には500万人くらいであろう。 両者は500万人でありこの数は一致する。総科学会員全員が日本の極貧層とは言わないが、日本の底辺層の民衆であるという内容。藤原の主張を最初に公にしたのは、日本共産党機関紙、赤旗の記事及びそれに続く同党活動員による街頭でのビラ張りであった。日本共産党系の書店の店頭にはいち早く、藤原の著書が陳列された。 これは事件の直前に起こった NHK テレビでの共産党対公明党の政治討論会の内容の影響及び直後の総選挙の影響が考えられる。藤原はそれまで日本共産党に対する通列な批判評論、非難評論を行ってきたので、性的であったはずの日本共産党によるこれらの対応は、 この言論出版妨害がいかに悪質であったかを象徴している。これに続き、マスメディアや社会党、民社党、日本共産党の議員による国会の予算委員会で政府への追及が起こった。マスコミは後に、これを言論、出版の自由の侵害の問題と呼んだ。この区段の数年後に起こった収問との問題について、総価学会の会長であった。 池田大作が公式に盲正表明を行い、総価学会と公明党を制度的に分離することなどを約束した。声明の中には公明党の議員が総価学会の役職に就かないことが含まれており、これは即座に実行された。この件は総価学会と就文との問題であり、藤原博達とは直接関係がない。藤原の1969年の著書、 創価学会を切る及び他の創価学会批判本にまつわる言論出版妨害事件についての世論の批判を受け、創価学会会長の池田大作が1970年に謝罪した。1990年以降は主だった活動がなかったが、1994年に藤原は創価学会に反対する保守派の政治家、宗教団体などが設立した4月会に顧問として、 参加。実質的な活動はなかった。1999年3月3日死去。藤原の自宅に不特定多数の者から匿名で、おめでとうございますなどという藤原の死亡を祝う、電報が届いたり電話が頻繁にかかっていたとの遺族の証言が、週刊新潮2000年3月30日号に掲載された。ありがとうございます。